皆様こんにちは、山芋です。私もこれに触れていこうと思う。ポストカード上限最大数増加のお知らせ、嬉しいですね。嬉しいんですけども、大前提としてこちらはポストカードを自分で集める人は喜んでると思います。喜んでますね。ただですね、喜べない人もいると思うんですよ。そんな人いると思ったでしょ。あ、見てくださいます。今私2000枚が上限なのに2023枚今持ってますね。整理しても、どうしても上限を超えているような状態だったんですね。どういうことと思った方、これは人からもらったポストカードは上限関係なく持てたんですよ、今まで。だから正直ピクミンブルームをしていて、ピクミンにしか興味ない人はポストカードどうでもいいよっていう人いたと思うんですよ。でも人からもらったカードね、どんどんピクミン持ってくるわけでしょ。で、受け取るでしょ。でもめんどくさいから人にあげないでしょ。たまるでしょっていう人いたよね、絶対。私ね、上限飛び越えて4000枚所持したことあります、私レベルで。でもよく考えてください。例えばですよ、私よりお友達がアクティブなお友達が多い人いっぱいいると思うんですよ。で、整理整頓嫌な人私以外にもいると思うんですよね。400人のお友達が毎日ポストカードを送ってくれる。3日あれば1200枚とかになりますよね。計算しやすいように1週間に2000枚のポストカードがやってくる。1回も捨てない。3ヶ月4週として1ヶ月で8000枚、2ヶ月で16000枚。誰かいるでしょ、これ。いっぱいポストカード持ってる人、受け取っちゃってて整理してない人、これやばいですよ。でここにね、今後は所持上限未満の場合だけ受け取ることができますということで、今めちゃくちゃ持ってる人は新しく受け取ろうとすると、最低でも3000枚まで減らさないといけないっていうことなんですよ。多分おそらくね、ポストカードすごい大事だと思ってる人は今までのこの2000枚をね、超えないようにして新しい自分で見つけたポストカードを見てニヤニヤしてたと思うんですけど、人からもらったやつだけでニヤニヤしてた人は3000枚なんかとっくに超えてるはずですね。いるでしょ、心当たりがある人がいるね。その方大変ですよ。これから増えることできないからね。多分ね、消されることはないと思うんですよ、超えてる分を。でも仕様変更が適用される前にポストカードの整理をご検討くださいって言われてるので、運営さんがわざわざ入れてるから整理しなきゃいけないのかなっていうね。だってこう上限を増やすだけなら別にこんな整理しなさいとか入れる必要ないんですよ。でもいるよね、3000枚どころか1万枚ぐらい持ってる人。言われてるよ。検討してくださいってっていう感じですね。私は一度頑張って整理しました。リアルイベントの時とかやっぱりポストカード欲しくなっちゃったりとか、ポストカードをゲットする動画とかも撮りたいなとか思うんだったらね、もう4000枚とか持ってる場合じゃなかったので頑張って減らしました。ただね、やっぱり上限2000枚って書いてるのに上限を超えて持ってることにちょっと罪悪感があったから、あんまりオープンに言ってなかったんですよ。で、多分 X でもあんまり超えて持ってる人いっぱいいると思うんだけど、やっぱなんかね、みんないい人なんで、上限2000なのに私2500とか持ってるんだけどみたいなね、なってたよね。これがもしバグだったら、自分が言うことでなんかみんな集めてんの消えちゃったらどうしようとかね、いろんな不安があったと思うので言えなかったと思うんですけど、これ最後だから誰か言ってみ、これいっぱい持ってる人、よかったらコメント欄に書いてね。ご視聴ありがとうございました。私からポストカードの感想は以上でございます。私はちゃんとこれから3000枚上限ゆっくり解放していこうと思います。ちょっと高いんでね、ポストカードの上限ね、頑張ってお金貯めようかなって思います。バイバイ。